はい、レディースクリニック赤ちゃんいらっしゃい、命の誕生。この時間は沖縄市三郷にあります産婦人科アイレディースクリニック提供のもと、お産の素晴らしさをお届けしていく番組です。この番組は宜野湾市急な宜野湾ヒルズ通りにあります FM 宜野湾のスタジオから、私田辺由紀がお送りしていきます。この番組ではリスナーの皆様からのメールやコメントを募集しております。メールアドレスは 797@fmginowan.com、 797@fmginowan.com、 こちらまでぜひお待ちしております。また FM ギノワンではユーストリームで映像音声をネット配信しています。FM ギノワンのホームページから簡単に見ることができますので、そちらもお楽しみください。さて、赤ちゃんいらっしゃい、まず最初のコーナーです。命の誕生の瞬間はとても感動的ですよね。お産がもっと身近なものになればと思い、アイレディースクリニックのスタッフさんが録音してくれた音源を放送しています。今日は3人のお産の瞬間を放送します。まず1人目は匿名希望さん、男の子の出産シーンです。無事に出産、ママと赤ちゃんの握手、元気な泣き声を聞かせてくれました。そしてパパによるへそのをカットです。コメントはパパです。ママの赤ちゃんが生まれた時の嬉しそうな様子が印象的です。それではお聞きください。匿名希望さんの男の子の出産シーンでした。最初の方ね、生まれる前の、本当に生まれる直前の瞬間とか、ちょっとドキドキしましたけれども、で、へそのカットの説明している時ぐらいに、もうとっても元気に泣いていましたね。声でかき消されて、あまり院長先生の声が聞こえないぐらいでしたね。嬉しそうでしたね、皆さん。お父さんのね、素朴な感じのコメントもね、なんか幸せが伝わってきました。ありがとうございました。続いて2人目、花ママさん、女の子の出産シーンです。ママの生まれたという声から始まります。可愛い泣き声が聞こえます。ママが涙声で可愛いと嬉しそうです。コメントはパパ、ママとパパと最後にお姉ちゃんです。それではお聞きください。無事に生まれてくれて安心しています。これから家族みんなで仲良く一緒に暮らしていきましょう。
じゃあパパからもひた方、はい、ありがとうございます。みんなで頑張って、うん、幸せな家庭作るんで、はい、頑張りましょうね。はい、ありがとうございます。お姉ちゃんも赤ちゃんに何か言う？こんにちは。こんにちは。こんにちは。これからいっぱい遊んでくれる？はい、した。遊ぼうね。遊べるかな？遊ぼうね。はい、おめでとうございます。花ママさん、女の子の出産シーンでした。はい、生まれたってね、ほんと泣いてるようなちょっと涙声でしたね、お母さんね。感動したんでしょうね。それからパパとお姉ちゃんのコメントもありましたが、ちょっとね、パパは照れくさそうな感じでしたけども、お姉ちゃんもなんかもうすでにちょっとしっかりしてきそうな感じが、雰囲気がありましたね。はい、なんかほんわかしてましたね。これから家族で仲良く新生活楽しんでください。ありがとうございました。それでは最後に匿名希望さん、男の子の出産シーンです。院長先生にサポートされながら頑張るママ、立ち会っているパパも応援しています。無事に出産して喜びと祝福の声であふれます。コメントはパパとママです。それではお聞きください。さあさあさあ、はい、ぐーっと上手上手、はい、一回息吸い込んで、はい、もう一回挟まっていたいけどね、じっくり痛みないでしょ。あー、上手上手、よし、きたきた、上手上手、はい、どうぞ。ゆっくりよ、ここからは。傷ができないようにね、ゆっくり行こう。はい。はい、と。そう、車。なるべく足、開き。そうそうそう。あとに注意してよ。その中にあとに入れるよ。うん。絶対よ。見て、見て。出てきてる。片手に。握手して。握手して。手を出す。メッセージお願いします。いいですか。あ、元気に生まれてきてくれてありがとう。お兄ちゃんと仲良くね、はい、無事に生まれてきてくれてありがとう。生まれてくるのを待ってたよ。元気に育ってね。はい、3人目は匿名希望さんの男の子の出産シーンでした。印象的だったのは生まれてからのお母さんの喜びの声ですよね。もう言葉じゃなくてもう歓声ですよね。歓喜の声が響いておりました。こう出産ってそれぐらいのもんなんでしょうね。なんか考えて出る言葉とかじゃなくてね、もう声が上がってしまうみたいな、はい、素敵でした。ありがとうございました。それではお母さんの幸せ、それは家族の幸せ、アイレディースクリニックではこれからもお母さんの幸せを一番に考えた出産を行います。このコーナーでは皆さんのお産に関する思い出、また出産を控えるお母さんに対するメッセージをお待ちしております。宛先は797@fmginowan.com。 このコーナーはお母さんの幸せ、それは家族の幸せ、アイレディースクリニックの提供でお送りしています。それでは
ね、メールも、ツイキャスのコメントも全部アイレディスクリニックさんの方に後でねお知らせしていますので、よかったらね感想を送ってください。ちらほらね、お会いした時に、赤ちゃんいらっしゃいって、金曜の朝の番組すごいねっていう声をねちらほら聞くんですよ。それ聞くとやっぱりね嬉しいので、でこの北条先生にもねお伝えしたいので、ぜひ感想ありましたら送ってください。それでは CM を挟んで続いて教えて北条先生のコーナーです。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。私たちは生まれてくる小さな命を守るためにお母さんの幸せを考えます。笑顔と真心を込めて。お問い合わせは 937-1111 アイレディースクリニック。 This is FM 79.7. The radio station is located in Ginawan City. I hope you guys love our music.Our entertainment has begun. Think about what is our time. Our death. Know ourselves. Hello everyone. Our email address is 797@fmkinowan.com. You said this in your email. Thank you. で最後。はい。子宮頸がん。教えて北条先生のコーナーです。このコーナーではアイレディースクリニックの院長北条秀志先生にお産についてお話を伺い、沖縄で活躍している女優の上条美希さんとの対談方式でインタビュー内容を毎週流していくコーナーです。月に1回収録した内容を4回に分けて放送していきます。今回はリスナーさんからの赤ちゃんのおへその掃除の仕方や噛み癖についての質問にお答えいただきました。それではお届けします。子宮を取らできということで、はい、ちょっとリスナーさんからの質問がありますので、はい、そこに言っていいですかね、はい、ちょっと赤ちゃんっぽいことが久しぶりに、はい、いましたか、はい、お子さんが、小さいお子さんがいる方なんですけれども、1歳頃の赤ちゃんのおへその掃除の仕方、また噛み癖はどうしたら治りますかっていう質問があったんですけれど、まあおへそはあんまり昔からよく、へそのゴムあんまり取らない方がいいよって言うからね、もしあなたベビーオイル綿棒つけてちょっとちょんちょんと取れる、取れた範囲だけね、もう無理ゴシゴシはやらないね、ですね。まあ、最近多いのはやっぱこう、例えばお母さんが男の子のねおちんちんについてる子、要はちょっとね赤みたいなのこれどうしたらいいのかってね、あるいはそのおちんちんがの皮はねこう無理やり剥いた方がいいのかとかね、そんなことしなくていいよって言ってるけどね、自然に任せましょう、ね、でまあその逆にあんまこうと取れる範囲で取る、要はそのね軽く綿棒を使ってこう、パッパッと取れる範囲で取ればいいんであってね、それ無理やり完全にきれいにしたら逆にね皮膚が赤切れちゃうからね、子どもの皮膚ってすごいまだ弱いからね、優しく取れる、お風呂入った時にちょっとこうねベビオリでもいいし、こうちょこちょこっと綿棒ですくって取れる範囲でいいと思います。それ以上は無理して取らないでいいと思いますよ。大人でもそんなにたまらないじゃないですか、おへそって、赤ちゃんだとたまりやすいとかはあるんですか？まあでもね、デビューその赤ちゃんの方が普通多いからね、そんなにたまるようには思えないんだけども、ね、何でも清潔にしすぎても良くないよね、あんまりこう真っ黒とかねだったらそれはちょっと取った方がいいかもしれないけどね、普通にお風呂入れて、でちょっと溜まってたら取ってあげたらいかがですかね。そうですね、はい、なんか初めての
自分の子供だと、うんうん、あのいろんなところが気になるのかもしれないですね。そうですね、そうですね、うん、なんか綺麗にしてあげたいって思うのかもしれない、うん、で噛み癖なんですけど、うん、なんか聞くところによると、うん、あの片方の噛み癖とかの意味ではなく、うん、お友達を噛んでしまうと、うん、そばにいる人間を、これはどういうことなんですかね、これ噛み癖っていうのかね。ちょっと、うん、それはストレスが溜まってると思うけどね。そうですよね、うんうん、なんかあの歯固めとかってあのこう噛む、ね、おもちゃうん、うん、あれを思いっきり噛ましてあげなさい、うん、ね、うん、じゃあそれはストレス溜まってんじゃないですかね、うん、あの噛まった時にあーってこう噛みたくなっちゃうわけだからね、うん、なんかストレス、赤ちゃんがストレス溜めることをお母さんしてないかちょっと心配ですね、うん、この歯が生えてきた時にちょっと痒くて、うんうん、むずむずするもんねっていうのは聞きますけどね、うん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 、あの私の友達はスルメあげてるって言ってる人いましたよ、うんうん、なるほど、うん、うーん、喉を引っかからしても怖いからね確かに、まあ、普通にベビーあのおもちゃあのベビー用のねこう歯固めで、うんいいんじゃないですか、うん、それだと思いっきり好きなだけ噛んでかましてあげて、そうです ね疲れるまで噛んでいいよってね、うん、人噛むことを教えちゃダメよね、うん、それをやるのはあのなんか襲われた時、ね、うん、練習にそうですね、うん、防衛そうですねうん、まあ、ちょっとストレス溜まってないかなんかね、うん、あの見てあげたらいいかもしれませんね、はい、はい、頑張ってくださいね、うん、で個人的な質問なんですけど、うん、はい、姪っ子がいまして3歳の、ええええ、あの横目で物を見るんですよ、こうやって、うん、テレビとかも全部横に立ってこうやって見るんですよ、うんうん、横目で見るっていうのは、うん、これはどうしたらいいんですか、うん、直した方がいいものなんですか。そうね、横目ね、まあしゃ、うん、こうしたら、あ、まあ、あの横にほらね手を置いて、手を置いたりこうなんかメガネ風のさ横を遮る、うん、そしたらもう前を向くしかない、ね、もう見る癖がやっぱこう見てても赤ちゃんもね右向きを右ばっか見てる左ばっか見てるね赤ちゃんもやっぱりね癖だろうとは思うけれどもね、うん、見にくいと思うけどね、うん、これによってなんか一つだけ視力が落ちたり、うん、そういうことってないかなって心配してるんですよ、うん、視力は落ちないかもしれないけど、うん、その要は焦点合うのがその方向だったらね、うん、ちょっとあれだからね、まっすぐできちんと、まあ、一度遮ってみてもいいんじゃないですか。うん、片方ばっかり同じ方向ばっかり寝る赤ちゃんにもやっぱりその寝る方向にちょっとクッションでも入れてね、うん、反対向くようにしてあげないと、うん、同じ方向ばっかり目も同じ方向ばっかりしか見なくなるからね、それはちょっとやってもいいかもしれないですよね。わかりました、うん、ありがとうございます、うん、教えて北条先生、今日のインタビューは赤ちゃんの、うん、おへその掃除の仕方や噛み癖についての質問、そして、うん、なんか見るの横目で見る癖についてのインタビューに答えていただいていました。そうですね、赤ちゃんはねこの世に生まれてきてそのお母さんお父さんの育て方ですごく変わるだろうからすごい心配になるんでしょうね。お父さんお母さんはねこれでいいのかなとか このすごいこのその後のねその子の一生をこう左右するような感じなのでいろいろ気になるんでしょうね。でもお掃除ね、おへそとかは別にそう あまりねやりすぎない方が私もいいんじゃないかなと思いましたけどね。噛み癖もいろんな、なんか可愛いあの紙なんていうんですかね、歯固めの売ってますからね、あんなの使ったりとか。ちょっと視力のことはねなんか気になりましたけどね、どうなんでしょうか。じゃあツイキャス来てますので紹介します。イミちゃんおじさん、赤ちゃんいらっしゃい始まりました。おじさんいらっしゃいって番組を作ってほしいです。あ、それは同感ですね作りたいです、今パソコンで見てるけど生まれる瞬間のお母さんの声が出てる時、夜勤帰りの嫁がドアを開けて家に入らずドアを閉め寄った、勘違いされたかなちょっとそこだけ聞くとねびっくりするんですけどね、出産のシーンの声はねちょっと喘ぎ声みたいなんでね、はい、誤解されたかもですねでもねこのちゃんと前を聞いていただくと前後説明してますのでこの番組ちゃんとね、はい、それを聞いてぜひ
あの誤解を解いてください。ひみちゃおじさんさん、あ、呼んだか。ゆうさん、おはようございます。出産は立ち会いに限るよね。俺は3人の立ち会いをしました。よかったですね。やっぱりあの全員ってことですかね。3人お子さんいらっしゃるのかな。見るのと見ないの違うんですかね。いみちゃさん、川の話でにやりとするゆきさん、違うってば。大塚健二さん、いいな、新しい命。試験があるわけじゃないし、まして年を重ねて慣れるわけじゃない。子がいるから親になれる。教えてるつもりがたくさん教えてもらってる。うん、これでいいのだ、バカボンのパパかっこ。命、そうですよね。子供がいるから親にならせていただいているんですよね。大事ですね。あとメールも来てます。ミキママさん、おはようございます。久しぶりに聞いています。ミキママです。今日も元気な産声でしたね。この子たちが大きくなってからこの産声メッセージを聞いたら感動するだろうな。その子たちのその後も気になりますね。それではまた、ということで。そうですよね、この録音本当に本人が聞いたら感動でしょうね。どんな気分ですかね。これ以上初心に変えることないですからね。本当にいい録音ですね。いつもありがとうございます。アイレディスクリニックさんのね、協力で番組やっております。それではちょっと最後、残り時間、この番組いつもパーソナリティは能見あずささんなんですが、現在育休で私が代わりに喋っているわけなんですけど、能見さんに電話つないでみたいと思います。もしもし。おはようございます。おはようございます。あずささん、おはようございます。はい、あずあずです。どうですか、元気ですか。はい、元気です。ツイキャスにもコメントが入ってますね。チョロミツさん、生まれましたよ。あ、本当だ。ツイキャスも見ながら喋ってもらってるんですね。そう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 、見てます。おーおーおー、一緒に番組やってる感じ。北条先生の話も、うんうん、北条先生の話も聞いてましたよ。面白かったですね、今日もいろいろ参考になりますね。ちょうどね。ねえ、おへその話もそうだし、うん、髪癖の件はちょっと面白いなと思ったけど、うん、保育士さんの方が詳しそうな、ね、うん、お話だなと思いましたけど。そうですね。なんかストレス溜まってるのかなとかいうのはちょっと気になりましたけどね。ねえ、でもうちの子も上の子も、やっぱり一時期保育園で言われたりして、うん、言葉が出ない時期は、やっぱりそういう噛んだり、でストレス発散したりすることもやっぱりあるっていう話があったり、が思ってること言えないんですもんね。言えないから、そうそうそう、うん、だからなんかやっぱりそれは今の時期は発達の上で仕方のないことだからねって言われたことはありますね。なるほどね。うんうん、あともっとちっちゃい子、うん、とかだと、あのおっぱい飲んでる時に噛む子も結構多いですよね。あ、おっぱいを。そう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 。なんかあの、結局、おっぱいが詰まってると、噛んだり引っ張ったりするみたいで。あ、出ないと？あの、やっぱ詰まったり、乳腺炎になったりするお母さんいるじゃないですか。うんうんうん、なんか結構、噛んだり引っ張ったりする子が、多い時、噛んだり引っ張ったりする子の時は、なんか詰まってたりするみたいですよ。へぇー。そうそうそう。歯が生えてないうちはいいですけど、ちょっと生え出してたら、もう、どんなに痛い。もうなんか男の人、ね、だったら、ね、その大事な部分を噛みちぎられるような感覚だよって私は、うん、説明したりするんですけど、痛いですよね。ねえ、どう。そうそう。でもね、これわざとやってるわけじゃないから、うん、ね、なんともね、赤ちゃんだからどうしようもないけど。ね、お母さんは頑張るしかないですよね。うん、お母さん、赤ちゃん、はたき、しばきたくなると思うけど。そう、そうそうそう。いや、でもやっちゃおうかな、ね、どうですか、レナちゃんは。レナは今はおとなしく寝てます。うんうん、じゃあ、昨日は夜。3時間ぐらいかな。うん。うん、夜もね、起きますよ。3回、2回か3回ぐらいかな。うん。で、その合間に上の子が起きるんで、うん、また交代交代に起きて、ま、おっぱい2人にあげるって感じですね。ちょっとまた寝不足になるかも。でもね、声聞いたらとっても元気そうなんで安心しました。
はい、じゃあまた、あ、女の子か男の子かって聞いて、あ、はいはい、女の子です。はい、わかりました。皆さんからもね、はい、ま、おめでとうって来てますね、うん、はい、ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。はい、あずささん元気そうでしたね。で、赤ちゃんいらっしゃい、また来週。